脱線防止ガードとは、脱線を防止するために、レールの間に設置される装置のこと。脱線防止ガードは、線路の内側にガードレール等を付設して、地震等で車両が大きな揺れを受けても、脱線しないようにするものである。ガードの大きさや材料はいろいろあるが、一般的にはレールに似た、細長い形のものが多い。脱線防止ガードは、リン基上、またはガードレール、 もしくは補助レールなどと呼ばれることもあり、実際にレールそのものが使われることも多い。レールとレールの間に、レールと少し離れて設置される。車輪はレール面を転がり、車輪の縁の出っ張りはレールの内側とガードの間を進む。列車の脱線時の車輪の動きにはレールを乗り越えていくものとレールの間に落ちるものの2種類が同時に生じる。脱線防止ガードは、 後車の動きを妨げて、レール上を走るように押し戻すことで脱線を防止する。一般に、車輪は軸で結ばれているから、後車の動きを妨げることは同時に、前車の動きも妨げる。橋梁など、脱線転覆により重大事故を引き起こすような場所に、あっては脱線しても一掃することのないように、レールの内側や外側に、さらに機場を敷設する。 この場合は脱線そのものを防止する役割でないので、前述のものより走行するレールと森林機場の感激が大きいのが特徴である。曲線で極度の速度超過があった場合、これを設けてあったとしても脱線防止の効果は期待できない。極度の速度超過では、遠心力で車体がカーブ外側に転倒するため、カーブ内側の車輪が浮いてしまうためである。 脱線防止ガードが設置されるのは一般的に曲線部、踏切、橋両上が多い。このような場所では遠心力や自動車との接触、風に煽られるなどで脱線しやすい。近年建設された鉄道ではそれ以外の場所にも設置する例も見られる。例えば2011年に開業したインドのバンガロールメトロは旅客営業を行う区間には全て 脱線防止ガードを設置している日本でも2004年に新潟県中越地震によって発生した上越新幹線脱線事故の影響を受けて東海道新幹線を有する JR 東海などが直線部にも導入を進めている曲線通過半径による設置基準は鉄道事業者によって様々ではあるが日本では1963年に発生した鶴見事故以後 平発事故防止のため脱線防止ガードを複線以上の区間で半径410メートル以下の曲線に付設した。また、2000年の日比谷線事故を契機として国土交通省は各鉄道事業者に脱線防止ガードを半径200メートル以下のカーブに設置することを義務付けた。ありがとうございます。